こんにちは、城東区長の東です。本日の城東チャンネルは城東区役所の新体制についてです。大阪市の係長以上の人事異動が終了いたしました。各課長よりご挨拶をさせていただきます。新任の大谷子育て教育担当課長です。昨年度市民活動支援担当課長から今年度子育て教育担当課長に着任しました大谷です。子育て教育担当では0歳から18歳までの子どもたちやその保護者を対象にしたさまざまな取り組みを進めています。それでは子どもの成長に沿って子育て教育担当の取り組みを紹介していきます。まずは0歳児家庭の訪問見守り支援事業です。1人目のお子様を養育している家庭を対象として3歳児健診から1歳6ヶ月健診までの間に保育士が毎月訪問します。次に子育てアプリです。子育てに役立つ情報を提供します。4月からスタートしましたのでぜひご登録ください。引き続きまして待機児童ゼロの取り組みです。新しい保育所の設立に向けての、事業者や関係部局との調整やお子様の入所に向けての必要な手続き調整を行い、ここ数年は待機児童ゼロを実現しています。次に、子育てフェスティバル絵本スポットの拡充です。絵本で子育て、みんなで子育てをキャッチコピーに絵本を通じて親子の触れ合いや親同士のコミュニケーションなど子育てを応援します。さらに子育て応援情報誌ワクワク上等の発行です。子どもたちやその保護者が集まる集いの広場の情報や身近な町のお医者さんの情報など地域に密着した情報誌を毎月発行しています。続いては小学生中学生向けの取り組みです。昨年度大東城東区長が着任早々にいじめ撲滅宣言を打ち出し、先月からはいじめ対策専用電話を設置し、いじめに悩む児童生徒やその保護者に必要な情報提供を行うことができる体制整備を進めています。また不登校等の小中学生の居場所づくりや再登校への支援にも専門の事業者と連携して取り組んでいます。さらには区内の小中学校に配置しているスクールカウンセラーの拡充を進め、課題や悩みを持つ児童生徒の支援に努めています。その他、収入に応じて1万円を上限に塾代を補助する制度を活用した城東塾を区内2カ所で開設し、中学生の学力向上を図っています。また中学生の年代を超えた子どもたちやその保護者に対しても18歳までを対象としました子ども医療費助成や児童扶養手当などの支援策を提供しています。これらの業務は3階の34番窓口で受けたまわっております。このような取り組みを保育士、保健師、臨床心理士、スクールソーシャルワーカーといった専門職を含む約35名の職員でこの1年間取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回も城東チャンネルのご視聴よろしくお願いいたします。